スリーピー・ジョン・エスティスは、アメリカ合衆国テネシー州出身の、カントリーブルースのシンガー、ギタリストである。泣きの声とも称される、絞り出すようなボーカルスタイルが特徴。また多くのレコーディングに参加したヤンク・レーチェルの、マンドリーン、ハミー・ニクソンのハーモニカの音色も、エスティスのサウンド形成に大きく寄与した。エスティスの本名は、ジョン・アダム・エスティス・トイー、テネシー州。 リプリーの小作人の家庭に16人兄弟の一人として生まれた。青年には1899年説のほか、1904年説もあり、正確なところは不明である。幼少期より畑仕事をして過ごした。6歳の頃、野球をしていた際に、友人の投げた石が目に当たるという事故に見舞われ、右目を失明。もう一方の目にも障害が残る。 やがて幼いエスティスは音楽に興味を持つようになり、父親よりギターを習う。自分で空き缶などからギターを自作し、人前で演奏するようになっていった。15歳の時、家族と共にブラウンズビルに移住した。初レコーディングは1929年、メンフィスで行われたビクターのセッションだった。このセッションには、すでに後の名優ヤンクレーチェルが参加している。 エスティスは、翌1930年にかけて、数回にわたる、レコーディングセッションを経験し、ダイビングダックブルーズなどの作品を生むが、その後しばらくレコーディングの機会には恵まれなかった。しかし1934年にエスティスは、シカゴへ移住。翌年ハミー・ニクソンと共に劣化レコードのセッションに、臨んだ。これ以降、頻繁に、レコーディングをするようになり、徐々に、 人気も得るようになった。1937年と1938年にはニューヨークでのレコーディングも経験している。その後も活動は続くが、カントリーブルースの人気が下火になったのを受け、1941年のブラウンズビルでのセッションを最後に、彼は音楽活動から身を引いた。故郷ブラウンズビルで再び小作人としての生活に戻ったとされている。 1948年に、オラネル、1952年には、サンレコードで単発的なレコーディングをしたものの、活動の再開には繋がらなかった。1962年、エスティスはカントリーブルースの人気が再燃する中で、研究者たちによって再発見され、再び演奏活動をするようになった。この頃には、彼は以前は見えていた左目の視力も失い、全盲となっていた。 彼はニューポートフォークフェスティバルなどに出演しデルマークレコードから新作アルバムも発表した。1964年のブロークハングリーにはデビュー前のマイク・ブルームフィールドが参加している。1964年と1968年にはヨーロッパツアーも行った。1970年代に入ってもエスティスの活動は続いた。1972年には ライクーダーのアルバムブーマーズストーリーに収録された自身の曲プレジデントケネディのカバーにおいてボーカルとギターを担当した。日本でもブルースブームが起こり、1973年には彼のデルマーク版ザ・レジェンド・オブ・スリーピー・ジョン・エステスがオリコンアルバムチャートに食い込むヒットを記録した。エスティスの母標この人気を受け、1974年には第1回。 ブルースフェスティバル出演のため、ハミー・ニクソンと共に初来日。カントリー・ブルースマンの来日公演は、この時の彼が初めてであった。二人は1976年12月にも再度、来日を果たし、ブルース・イズ・ウェイ・ライブ・ジャパン・ツアー1976と名打ったツアーで、ユーカダンと日本各地で共演した。この時の音源は、ライブ・ルップ・ブルーズ・イズ・ウェイ・ライブとしてリリースされ、 後に、ビデオ化もされている。エスティスは、来日公演のわずか、半年後の1977年6月5日、脳梗塞により死去。テネシー州ダーラムビルのエラム・バプティスト教会に、埋葬された。エスティスのニックネームのスリーピーの由来には、複数の説があるが、最も有力と思われるのは、彼が日中であってもところ構わずうとうとしてしまう、忠性があったからとするものである。 その原因としては、彼がいわゆる、居眠り病と言われるナルコレプシーを患っていたか、血圧障害があったから、あるいは転換を持っていたとする説がある。演奏している時以外は寝てばかりいたとする資料もある。このほか、エスティスが幼少期に目を負傷したことにより、表情が眠っているように見えたとする説もある。ありがとうございます。